皆さんこんにちは。私の名前はペリー大塚。海を越えてはるばる日本にやってきました。ですがこの国 MTG アリーナのことを全く知らない。ここは皆さんに MTG アリーナの素晴らしさを広めて開国して差し上げましょう。この動画では MTG アリーナを通して皆さんがもっともっと楽しく熱くなれるようなデッキを紹介していきたいと思います。それでは早速今日使うデッキはこちら。今回はフィッシュ、そう、マーフォークデッキを使います。私の所属する海軍では海に生きる者みんな友達、海のみんなが手を取り合えば無敵ね。まずこの深いの水域があればマーフォークも大集合。しかもマーフォークの切り芝居や深いの精鋭で強化してパワーとマッソルで相手を圧倒できちゃいます。除去に対してはこちらの潜水や俊敏な万人で呪文をつけて守ってくれます。それでは対戦していきましょう。レッツ開国。さあ皆様にマーフォークの素晴らしさとくと見せてあげましょう。さあまずショットですが、土地が2枚と深谷の石が2枚、そして深谷の精鋭、そしてマーフォークの枝渡り、さらにマーフォークの切り芝居とかなりいいハンドですね。これをキープしましょう。さあまずはこちらが先行、マーフォークをいっぱい出してビートダウンしていきましょう。さあ相手もショーンを落とすようなようですね。さあそうですね、ここはまずこちらの完成から出していきましょう。さあ相手もコンプリートちょっとできない状態ですね。さあどんどん攻めていきましょう。まずはこちらの深いの水域、こちらを出して力を貯めていきましょう。まだアタックするには早い。アタックするときにこちらの能力を失わせてくる効果値が大丈夫。こちらが攻めまくっていればこのカードまあ意味がありません。さあクリーチャー2体同時に出せる形になってきました。まずはこちらのクメーの語り手、完成でプラス1カウントがさらに乗っていきます。さらにこちらの銀エロン達人、こちらマーフォークを崩壊することによってなんと2マナでキャストできます。でさらにこの機械の精鋭がカウンターを乗せていってどん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 大きくなっていきます。このマーフォーク走行しているうちにこちら4ターン目にしてクリーチャー5体、さらにこの2233は15を持っています。次のターンにはこのマンフォークの切り芝居を出して全体修正でアタックできる状態です。さあ相手はクリーチャーを出してきますが空から殴るしかありません。ですがまだ4点のダメージ、大ダメージは大丈夫は必死。さあまずはマンフォークのエドワタリ、誘発が多すぎてめちゃくちゃですよこれは。トークンが出てプラス1カウンターが乗ってもうやること忙しいね。このデッキめっちゃ楽しいゲット。さあそしてさらにマーフォークの切り縛り、そしてさらに淡水器精鋭や誘発プラス1カウンターを乗っけていきます。もうなんだかよくわかんないよ僕もうわ4455、うわ何なんだこれはもうめちゃくちゃです。55と44でアタック、もうね、相手からしたらもうこれもどうしようもないね。さあ一気に14点のダメージ。さあね、ここまで来たらもう相手もどうすることもできないでしょう。こちら勝つときやってまいりました。さあいけマンホークども、全軍アタックです。一斉射撃、見事勝利を収めてください。これぞマーフォークの力。さあいかがでしたか。青火のマーフォークデッキ、深谷の精鋭や深谷の水域などによってプラス1カウンターどんどん乗っていって、さらにマーフォークも増やすことができている。さらに除去に対しては俊敏な万人、そして潜水などで守っていきライフを一緒にして買い取る、それがマーフォークデッキの素晴らしさです。そしてなぜマーフォークを今紹介したのかというと、そう今度発売するラブニカの献身でマーフォークがたくさん収録されているからです。
私が個人的に注目しているのは、見る底の施術師。自分でサイズも上げられる、そしてプラス1カウントすれば手札を整えることができて、バリストロング。今日紹介したデッキよりもさらに強力なデッキになること間違いなし。ぜひ使ってみてください。今日使ったワンダフルのカードをリアルでも使ってみたいという皆さんは動画説明欄のリンクをレッツゴー。今回の動画がグッドだった方は和親条約結んでぜひチャンネル登録をお願いします。もちろん応援コメントやメッセージも Asking you OK。 それでは皆さんまたお会いしましょう。